と森健のグルメドッカーン。今日は何を話すんですか。グルメドッカーンが、はい、続いてないんじゃないかっていう噂があったんですよ。どういうことですか。続いてないってどういうこと。やってるじゃないですか。まあ埼玉で一軒、はいはい、そして長野で一軒という二本立てでずっとやってたじゃないですか。そこが、まあ、別に二本立てに意図的にしたわけじゃないですけど、その二店舗がずっとやってくれてましたね。そうなんです、はい、なんですけど、この長野の方のお店を担当してた代理店の担当さんが退社したんですね。辞めた、はい、会社を辞めましたね、はい、で連絡が今ゲップ出てます番組畑を今やっとゲップ出ましたねいいですかちょっとやめましたと、はいはい、やめました、はい、で連絡がつかないのよその会社した人にそう、はいはいはい、で会社に連絡したらその会社に住所がもうなかったの。引っ越ししてたの。会社自体がもうそこにはなくなってたってことですか。そう、あのね、前回先月だね、はいはい、にその請求書を出したら帰ってきちゃったの。その当てどころを尋ねるところがありませんってなって、誰もいませんと、そういう会社ありませんとってなって、でしかも連絡もつかないじゃん、うん、あれ何事ってなって、ただまあ結論から言うと会社は単純にお引っ越ししてたと。ああ、その案内が来てなかったですね。だからその担当の人も辞めちゃってるから、その案内も結局来なかったと。なんでまあそこの社長というか会長に連絡したら、あのこういう事情でその担当が退社したとっていうことなんで、今の新しい住所の方またね、まあ、請求書とかはそこに送ってくれください、はい、ただその担当さんしか長野の方の進捗状況は確認できないから、グルメドッカンのことはその会社としてはやってたけど、その担当さんしか把握してなかったんですよね。そう要はね、はいはい、なんで果たして今日これでここで、はいはい、このグルメドッカンを撮影するべきなのか否かという問題が朝発生してたんです。担当さんがもう辞めちゃってるから、うん、その長野のお店はグルメドッカンをもうやってない可能性があったってことです。そうなんですよ。僕らは今まで何のためにやってきたんですか。そうなんですよ。だからそこにいつ辞めたんですか。それ気づいたのは今月です。気づいたのが今月ということは、もっと前から辞めてた可能性はあったと。あった、まあ、だからそういう引き継ぎとかがうまいことその会社の中でできてなかったんでしょうね。そうなんです。なんで、はい、場合によっては今日これっていうか、はい、ひっそりとなくなってたかもしれないグルメとグルメの感じ自体が結果どうなったんですか。やってました。どうやってそのあれを連絡というか、お店に直接僕が電話しました。石井さんがお店に直接電話した、はい、普通のお客さんもつながるダイヤルで、もうそれしか手段がなかった、ね、手段がなかった。なんて言ったんですか。グルメどっかまだやってますかって言ったんですか。すっごい不審者でした。そりゃそうですよね。まあまあまあ、どうにかこうにかまだ続いてますんで、はい、だからね、東京オリンピックが終わればね、もうちょっと増えるんじゃないかと思うんで。まあそうですね、まあ、その楽観ばかりもできないですけど、まあ一つのその節目として東京オリンピックはあるでしょうね。あと大阪万博だな。いやだから大阪もね、もう一時は厳しいと思います。 あそこはもう思った以上に今回は本当に厳しいもんな。全くではゼロではないみたいだけど、まあでも全くだね、もう我々に至っては。あと1週間後の愛知がどういう風な通達が出るかですよね。5月1日に出るんでしょ。そうですね、多分結構してるんじゃないですか。その5月、今言われてるのが温度的に福岡レベルなのか大阪レベルなのか。福岡レベルだったら多分今やってるところは告知はしないけどそのままやる。大阪レベルだったらもうアウトだね。少なくとも数ヶ月はもう多分何もやらない、うん、だから、まあ、せめて東京福岡ぐらいの、そうですね、ところにまあ収まってくれれば、少なからずまあ多少はまあいろんなものが残ってくるんじゃないかと思うんですけども、ちょっとこればっかりはね。そうですね。だからまあ上期終わって下半期はもうどこも何もできないっていう可能性も。全部なくなったらどうする。仕事的な意味で現場がね、
まあ、全部なくなったら僕レギュラーがなくなったらもうやめる。やめて何するの？そうだからその先の話よ。やめて相撲取る毎月多分僕相撲とは結構遠遠い体型だと思うんですよね。いやだからそのただ何かやっぱその活動をしてるのを表に出していかないといけないわけじゃん。そのタレントとして生き残るかってことですか。いや出といてそうはないと思うんだよね。何やるにしてもお前がバスの運転手やるにしてもね、タクシーの運転手やるにしても出といてそうはないと思う。表に乗りに来てくれるかもしれないじゃん。まあ完全にその一回引っ込んじゃうともうなかなかやっぱり出れないです。そうだからまあ多少ねその露出というかし続けます。引退的なのは考えないんですか。考えないよ。考えない、うん、全くポジティブですねやっぱりね、うん、やるやるずっと表には出続ける。来店禁止だと俺ここに台置いてこれ打つもんそのドブ眺めながら店は関係ないです。関係ない関係ない。駐車場でやってるだけです、うん、屋台みたいなもんですよね。そう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 勝手に来て台置いて売ってるだけだから。いやそういうまあそれはそう畳1畳分ぐらい土地買えんね俺があ自分のね、うん各お店の駐車場のでもちょっとそういう土地を来店ですらね在宅みたいなもんだ考え方次第ですね。でもねそれはねまあ抜け穴っちゃ抜け穴ですけど私有地、私有地だからそれ怒られようがないですもん、ね、ないない家だもんだって明日埼玉の家に帰りますとか告知をするでしょそう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 今日も在宅ですどこどこの明日はどこどこの家に帰りますみたいな、うん、しばらくはもうおとなしくしとくのが一番いいと思いますけどね。多分相撲取るしかねえな。タレントであり続けるために相撲スポーツ勝負はでもいいかもしれないですね。スポーツ10番勝負みたいな勝負、ね、前あの野球もさ投げる方とバッターで分かれりゃそれで一勝負できるでしょ。ただ俺も肩言わせてからじゃあバッターでいいですずっとバッターでいいです。あとワンオンワンとかさ、まあ、やろうと思えばできなくはないですね。 PK 合戦、まあちょっとそのあたり もういよいよ我々も視野に入れていかなきゃいけないかもしれないんでねいざとなったらそうですね。まあまあ本当にどうなるか分かんないですもんね。じゃあ次までの宿題相撲よりいいものがあったら次教えて。もう完全にもうこっちの業界での仕事がゼロになった時にやれる、うんうん、だからやっぱ用意はしておくべきだと思うんだ。まあまああとはあとのことはやっぱ考えた方がいいでしょうね、もちろん、うん、そうだから、まあじゃあこの番組一つのテーマとして、はい、パチンコパチスロ業界で食い上げた時用のコンテンツを考えよう僕でもレギュラーなくなったら今引退するって言ったじゃないですか。だからパチンコパチスロ業界は引退してもいいですよまた別仕事がないんだから 別のことをやるってことですね。そうそうそう現役を引退することはないからだからあそれもずっとその諸積み現実ブルであれと。そう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 。もういい生涯後ろであるからそう生涯現役で居続けるためのその方策をやっぱそろそろ考えていこう。次回のじゃあグルメ特化までにそう相撲以外なんで考えておく。だ俺今回相撲出したからちょっと次お前の意見ちょっとヒアリングする。初っ端に相撲を持ってこられたらもう次何を言っても霞んでしまう可能性がありますけど、ね、いや相撲そんな強いかな。強いコンテンツ的にじゃあ相撲でいいじゃないか。国技ですからね、うん、少しずつ上手になってやっていいのかな。いや別に素人同士もこうやって取る分には構わないんじゃないですか。そうだよね、うん、じゃあちょっとまあいいや。それはそれで一応一案を出しました、ね。わかりました。じゃあ考えておきます次回まで。はいという感じで相撲に勝る何かが生まれるのか次回グルメのか期待でございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。なんだこれ